ません。さあほら、なんだ、うん、さあ今日も暑い中頑張っていただきましょう。まさにお届けします、アッコの愛の生情報です。12時をお知らせいたします。海夫とアキコのラジオビバリーヒルズ。もう一気にスタジオ暑くいるしかないですね。やっとね、今クーラーかかまってね、やっとねスタジオ涼しくなったんだよ。ガンガン近くしてますよクーラー。もうまた暑くなっちゃったよ。もう暑いものもうスタジオがいるからな。じゃあその前にまずじゃあお知らせが、食ってんじゃないよお前ちゃん、食ってんじゃないよ、トークの前に喋ってんじゃないよ、食ってんじゃないよ。はい、山形県庄内経済連の園芸特産課から庄内産アンデスメロン1ケース、こちら6個または5個入りを20名様にプレゼントです。嬉しいじゃないですか。またアンデスの味がしますね。コメントちょっとじゃあ、うん、ゲストのお二人にじゃあまず太ってる方から、はい、あどうも本茶丸の石塚秀樹です。どうですかお味は。ちょっとあの、うん、アンデス高原の、うん、こう風に吹かれているようなそんな感じ、はい、おいいねいいね。一言言えば振っていらっしゃった方はい、メニューです。はい、これね、うん、メロンですよ。うまいな、だからうまい、なんかね、あのメロンのようなどことなくメロンのような。どことなく、ね、それでいてね。名古屋じゃなきメロン、うんうん。もう、なんか食べたことのないメロン。そうだ。あんまり食べたことないんでね。これがメロンかという感じなんですよ。基本的には。こんなもう美味しいメロンをどうしますか、はい、はい。こちらですね、うん、庄内地方で栽培されているメロンは、うん、果肉が柔らかく、他では味わえないほどの、うん、味わない濃厚な甘さを誇ってます。甘いですか、食べ頃ですか、今。食べ頃。食べ頃、食べ頃。食べ頃ですか。ご希望の方はですね、おがきで、20名様にプレゼントです。はい、郵便番号100-87日本放送ビバリーヒルズ庄内さんアンデスメロンプレゼント係までどしどしとお早めにおはがきの方、はい、お申し込みください。はい、さあそれでは改めまして本日のスペシャルゲスト、はい、スペシャルゲスト、はい、紹介しましょう。はい、本日は本庄若の石塚さん、めぐみさんです。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。お久しぶりです。ほんと太ってるね、やっぱりな。俺いつもね、松村こと見てるんだけど、松村よりやっぱり背がある分余計大きいな。そうですね。最近だと湿気多いじゃないですか。湿気吸っちゃうんですよ。お前スポンジか、お前は。お前はスポンジかやっぱ。水鳥造作になってますから。水鳥造作か、お前は。お笑い界の。でもめぐちゃんも痩せちゃってるし。でもやってないと思うな。汗の薄さが。あれ僕、痩せから先生に言わすの初めてでしたっけ。いや、なんか見てるよ、痩せてから。痩せてから痩せてから。身のもんたみたいに。違う人間みたいじゃない。違う人間みたいに。まあ、こっちはますます太ってくるし、やっぱ夏場辛いだろ、やっぱり本当の話。デブは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 分かりやすいな。ちょっとハブですね。昨日今日暑いしょ。もう、うん、なんていうんですか、地獄のような季節と言うんですか、うん、いやもう本当に早く冬が来ないかなっていう。いやだって冬場す、うん、もうマイナスでも汗かいてるもんね、うん、冬場で半袖の T シャツなんですから。そうだよな、心地よいなんて言ってるんですよ。チューブの逆ですね。逆チューブと冬になるとこいつがやってくる。いいね、逆チューブですよ、うるさいで、ね、冬場の冬は僕の季節だとか言ってさ。そうだよ、昨日タクシーの中で気分はもう南極とか言ってる。何よ、氷がないとダメみたいな、ね、氷がないとダメみたいな。そうで、また輪をかけてカミさんが太ってんだ、またこの家は夏場暑いぞなあ、それで子供がデブだろ、またもうねーでっかいですよ、石塚デブなんですから。石塚部屋って言われてない。いや、親戚一度大きいんですよ。親戚が太ってるしな。何ですかね、何なんだろう、遺伝子なんですかね。知らないよ、俺は。知らないよ、遺伝子って言われてもな。うん、本当に石塚、松村、伊集院、ほんとデブね、ほんと増えてて。え、どうなん最近、本社バカ的にはやってるじゃんと、仕事は。仕事は。仕事は。的には。親父じゃないけどさ。やってるの分かってるじゃん。8月で結成5周年なんですよ。そうなんですよ。本社バカが。5年。5年。丸5年。はい、うん。丸5年で。バカルディで何年、バカルディはまだ浅いでしょ。いや、コンビ的には、同じぐらい。多分バカルディの方が長いんじゃないですかね。あ、そうなのか、コンビ的には。あ、そうか。うちらその前に一人一人でやってたんで。ビッグサンドで何ですかね。そうですよ。渡辺プロで。はい、篠崎藩としてやったから、篠崎藩としては長いからな。いや、誰も分からない。篠崎藩って個人的にそうだ。それでもいろんな会社にもそういう似たような組織あると思いますが、多分分かりやすいと思うんだ。同期って誰になるんですか、お笑い界の5年っていうと。5年、お笑い界同期はいないんじゃないですかね。爆笑問題とか。あ、爆笑問題は同期じゃないですか。同期だと思います。あいつも古いよ、爆笑。古いですか。古いよ、結構な。勝ち抜き番組で一緒だったのは爆笑テンション。あ、そうか、ラリパプだ。あいつもデブだもんな。あいつと俺よく間違われたんですよ。そうだろう。必ず言われました、どうもテンションですって言ったら受けてましたもん。受けた、間違えちゃうな。そうだよな。
じゃあ、丸5年、5周年。丸5年ってことで。で、なんかやろうとするらしいね。そうなんですよ。あの、7月の22日、23日、24日とですね。7月 ?7 月です、うん。今月ですね。はい、新宿の。はい。要するにだね、あの、ツアーを まず回るのか、これ。そうなんですよ。ワールドツアーインジャパンの本邪魔かで、はい、はい。贅沢だな、まだ。まあ、かっこいいよ。また港、港でまた。港、港で。悪さして、また。うらやましいね、本当に。もう、かばもち行っちゃうかな、本当に。いやいや、とんでもないです。東京、東京、名古屋、大阪、新潟、仙台と。回るよ、ツアーで。はい、ツアーで。まず最初はじゃあ東京ですか。東京です。からスタートだ。東京が7月の22日からですね。22、23、24と。これは新宿のスペース107で。うん。はい、3日間。3日間やる。昼夜やって。はい。土曜日曜の昼よりあると。そうです。土日は昼よりあると。もう完璧にじゃあコントばっかりして。コント、もう今回は、2人きりのコントオンパレード5周年ということでやってみようかなと思って。5周年だから。コント10分ぐらいですね。いいね。ずっと一気にやっちゃうけ。一気にやっちゃうかな。コントばっかし。はい。いいね、いいね、いいね。やろうかな。それを持って、じゃあ、日本中回ろうと。日本中回ろうと。名古屋、まあ、一応ワールドツアーなんですけども。どこにワールド、日本、国内ばっかりの血が染みちゃったよ、もう。ですから、ワールドツアー、インジャパンなんです。あ、そうか。最初まず日本を。はい。一応、癒やしながら。長いからさ、コント歴。コント歴長いから。基本だから、これ。一応、音的にやんないと。ラジオだから。音的に。僕でも分かんないぞ。テレビじゃないからね。基本だから。今、すごいいいタイミングでした。ハッキープって言ってましたから。違うよ、お前キャリアが。ね、勉強になります。それ以上日本全部回って、はい、勉強になります。5カ所回って、はい、うまくいったら、うまくいったらまあワールド。そうですね。うん、ウルグアイとか。ウルグアイ。今じゃデブの間ですね。デブの間でな。本当に回ろうかと。はい、やってんだ。うん、いいね。で前回ちょうどあの、ジャパンツアーというタイトルで、東京、名古屋、大阪、そうでしたよね、はい、そしてなぜか高松に行ったんですけれども、あ、このところ、そうです、それがよくわからない、松本さんからも、発注的に、発注的に、お前が発注したの、発注工業主は、お待ち待ち工業主、イベンター、松本さんからお花いただきました、ありがとうございました、もう街中の方がびっくりしました、本当の花ってすごいんだって言われて、松本明子さんから花来るんだって、スターですからもう、かっこ母って書いてお母さんがね、豆なんだ、また、カッコ母って書いてあるね。松本太鼓カッコ母よ、いきなりそうですよね、やりましたよね、そうなんですよ、で全国ちょっと行こうかなと思って、そうかそうか、はい、東京、まあ、でも今もう大体どこ行っても同じ受け方するでしょ、今どこもテレビがあるから、聞いて言うなら、いやでもやっぱ大阪とか違いますよね、大阪はやっぱり東京から行くコントは辛いな、落語もコントも全然違うんですよ、客に突っ込ん、あの、思いっきり突っ込んでくるじゃないですか、で僕らコントやってるから、でもそもそもアドリブがあんまり上手くないんで、二人とも芝居でやってるからな、コント役で、でそこにどんどん突っ込んでこられると、こうなんか変な間ができたりとかしちゃうんですよ。それ客が突っ込むの？どういうに？客席から？客席から先に落ちとか言ったりするんですよ。やだ客だねそれは。こっちも返せないですからね、役に入っちゃって。変妙ですもんね。妙ですね。役に入って。東京とか名古屋とかは割とあのね、お客さんがその見る感じを掴んでるんで、コントを見る感じがあるんでいいんですけど。向こうはやっぱ漫才とかあるからですかね、喋りとか。じゃあ大阪ちょっと、これ8月行くんだ。そうです、8月。今月は正念場だな。正念場です、ね。8月の6、7だ、はい、大阪はな。大阪、心斎橋ミューズホールですね。そうです。あと、新潟、仙台、名古屋だったら、まあ、大体東京圏だろ。東京側のまた文化っていうのはな。そうですね。おとなしいことはないですか、あっちらの。いや、行ったことないんです。え、どこ？初めてです。あの、新潟と仙台で。いや、金曜ばっかりやろ、もう大人なんだから。お前、まだ大人になって、まだ仙台とか名古屋、新潟行ったことないの？行ったことないです。子供。大丈夫でしょうか。すいません。なんで仙台新潟行ったことないんだよ、大人って。いや、真顔で、いや、行ったことないんです。行ったことないの？ないですね。なんで行かなかったの？どうしましょうかね。なんで行かなかったの？いや、行くきっかけがないじゃないですか。仙台なんかあるじゃないですか。なんですか？テレビ局とか。あ、テレビ局とか。行かないの？行かないです。行けよ、バカ。真顔で。だって行ったことで目指すない？旅行でもないですもん。個人的に見とんない。家族旅行とかなかった？ないです、ないです。え？親連れてったらいい。ないです、ないです。え？青葉城見に行こうよ、お父さん、父さんとかってさ。父さんとか言って、お前。親孝行で、お前、笹かまがでも買ってやってよ、お前。笹かま。え？萩のつきかなんか、お土産が、お前さ。頼むよ、お前。基本だよ、お前、仙台、日本人として、お前。失敗したな。日本人として、お前、仙台は、お前。森の都。そうだよ、お前。じゃあ、ちゃんと、お前、佐藤宗行が迎えに来るから、佐藤。一日に迎えに来る。一日に迎えに来るから。そのくらい学んどけよ、お前。うん。じゃあ、結構、じゃあ、大変だね、初めてのところね。そうですね。うん。なるほど。新潟と。あとは何やってんの、最近は。あとは、じゃあ、テレビやって。テレビ。面白い話ないの、最近の。最近。最近の面白い。雲南とかもやってるしね。雲南はね、なくなりました。
うんちゃんなんちゃんとやってたんですけど、うんうん、あれももう、4回ぐらい出たら、うん、あのお声がかかんなくなったなんだそれなんだよ最近だからあのハイパーホッケーの、うんなんだよそれ知りませんあの関口宏さんの東京フレンドパークフレンドパークだろタメガイ出てるやつだろあそうですそうですタメちゃんと大川国のタメガイどんどんマニアックだと思うあれで最近ちょうど覚えるんだ俺関口さんよりさタメガイの方が知ってるもん俺知ってるもんタメガイのそれであのなんかうちらのハイパーホッケーの選手だと思われてて地方とか行くと今日試合はないのなんて言われてあそうかこううまいんですよまた毎週やってるだろお笑いだと思われてないんですね体格もいいじゃないですかそうかそういう選手かと思われてる選手かあれで食ってる人たちか陽気な選手かなと、シャレの分かる選手かなプロの域ですよね、だって、あれ始まってからとかそれでお笑いもやるんだよっていう意味でこういうツアーとか回ろうかなっていう見せしめのためにな、ギャフンって言わせないとやっぱりな、はい、お客さん舐めないといけないから、本当に、うん、これでやるわけだ、うん、これどうなんだよ、家族的には神さんと子供はちょっとなんかないかよ、面白い話なんか面白い家族的には子供ももう、うん、もうあのぼちぼち喋り出すようになってそれもう早くね、こうはっきりした言葉じゃないですけど、うん、まんまとかブーとそれは声出してダメじゃないか喋ってね喋ってるからちょっと今から買い物行ってきますとかこういうの喋るっつうんだよまんまとかブーとかそれは喋るとは言わねえだろいやまんまはご飯のことですからわかるよ、うんうん、ブーはお水ですもんブー水なのブー塩じゃないのいくら太ってるブー、うんうん、だまんまとブーはとりあえず喋ります、うんだ食べ物のことだって今はもうすぐ2歳あそうかそうか、2年ぐらいか、はい、うん、そうだよなめぐちゃん的にはどうですかうんめぐちゃん的にはもう最近痩せちゃってもう、うん、ダイエットしてんのかダイエットしたんですよ、うん、何ダイエットって言うの僕はね、もうあのボクサーと同じダイエットしたんですよ、うん、水飲んで走って8時以降は食べないんですか8時以降食べない夜の8時以降夜の8時以降食べないそれをずっと毎日毎日繰り返して打ち上げとか飲んでいったりしないので酒だけは飲みました酒だけ飲んで水分は取ろうと思ってお酒はやってるけどお酒はやんないともう自分に甘えるとこが何もなくなっちゃうんで、うんうんうん、でつまみ食べないの食べないうん、で最初8時以降ダイエットして、うんうん、でその後あの昼間を抜いたんですよ、うん、昼間を抜くのでもう水だけ飲んで走ってたんですよ、うん、そして1ヶ月で15キロぐらい痩せてそれ痩せるわな、髪の毛とかも抜けてきちゃった、うん、水飲んで走らなかったんですよ僕はね吸い取っちゃったから、うん、もう一番笑ったのは歯落ちてきたんですから、うん、足場が栄養失調だよマジで歯茎が痩せたんですよ髪の毛抜けて、うん、すごかったですよ、うん、もう1ヶ月うん、無茶なあのことはやんないほうがいいですよそうだよな、ね、やっぱり強い人がいいよ、でも一回落とすともう胃もちっちゃくなったし行かない増えない、うん、増えない増えないはでもズボンとか大変ですよそうウエストが86ぐらいあったんですよ、うん、今72とかそんなのなんですよ蹴るもんがダメだな蹴るもんがだから全部ズボン詰め直して、うん、後ろのポケットが後ろのポケットがくっついちゃったのに繋がっちゃった1個のポケットになっちゃってそういうズボンなのなんていう感じのドラえもんなんかポケットの後ろ版みたいなああ蹴るもんとかねあんまり無理して痩せない方がいいよやっぱりそうですね、うん、そうだよやっぱり自然が一番だよやっぱり、うん、自然に食べるだけ食べてねお前は食べ過ぎだよ自然に食べるだけ食べてこの人はあの、うん、食べ過ぎて歯生えてきたからまだまだ生えるって髪の毛がふさふさするし今成長期だってどんどんいろんなもんが成長するよ成長するんだよなまだにびっくりしちゃいますよねこれもうあれですよ曲ですよん CD も出してるんですよ、うん、これがまた、うん世界で一番早い告白、うん、嫌になっちゃいますね CD なんか出して何を勘違いしてるんでしょうかお前はと言われるなんでこっちがかっこいいのに後ろがなんか思わないのかっこいいじゃないですか、本当だ、本当だめぐちゃんと石塚さんが一個ずつバラバラで、やったんですよ、うん、そうなんですよ僕の方がですね、うん、あの世界で一番早い告白と言いまして、うん、でラジオやってるんですけども歌曲で、うん、でそれであのみんなで詩書かしてあ歌作ろうと、うん、でみんなで印税を設けようという、うんうんみんなで印税生活というプロジェクト甘くないだろ世の中だな全然甘くないですねそんな甘くない全然今のところ一人一人に渡す印税が80円ぐらいああそんなもんだよ大体、はいうん、大体そんなもんだよ、大きな夢を抱くんですけどねそうみんなね考えるんだけど甘くないですねそうかそうかじゃあ一曲ずつ作って吹っ込んで世界で一番早い告白がめぐみで、はい、でこっちは何？イシちゃんは、ビッグワンラブ。なんだ？ビッグワンラブ？ああ、ビッグワンラブ。全国のちょっと太った殿方のために。殿方。ちょっと勇気づける歌。うんうん。はい。これもじゃあみんなで作ったんですか？いやこれは僕が詩を書いて。お。作曲があの角田博さん。ああ。やっぱ大きい人太ってるわな。うんうん。あ大きい人ばっかりで作ったの？はい、うんうん。へえそちらの方も。うん。4月に。ね。発売ですよ。なるほど。こっちこっちじゃあ書きましょうか
ねえ、ちょっと。あ、そうですか。ありがとうございます。どっち押します？いやもうどっちでもいいですよ。住所的には何の問題もないですコンビ的には、はい、どっちでもかけていただければそれで十分ですから、はい、じゃ世界で一番早い告白の方いきますか。はい、はい、本庄のめぐくんの世界で一番早い告白、はい、瞳なのって言うと好き、なんて素直な瞳なのって言うと時、君の瞳にパンチであちち、偶然唇があなたにくれたって言うと唇が動いたって言うと何、あなたの唇にルンバでサルンバテキーラー、いきなりのキスに驚いてる君に、いつか僕の名字になるよっていうか告白、あなたの姿をあめつすがめつくと思う、先生で会ってたかもしれないな、僕的にっていうか赤い糸貴殿は僕と一緒に、はい、というわけで1曲聴いてもらいました。世界で一番早い告白、ほんじゃまかでございました。じゃあ、ツアーの方が、はい、じゃあ一応東京の辺をもう一回行っとこうか。ねえ、東京です。一番初め、はい、東京が4月の22日から4月の24日の日曜日までです。3日間やってます。3日間、はい、金土日なんですが、場所は新宿のスペース107、土日は昼もあります、ね、そうです、土日は昼夜ありますので、ぜひ皆さんよろしければ、もうチケット売ってんだね。チケット発売しております、チケットピアで、はい、よろしければチケット買ってください。ぜひともね、はい、これがうまくいきゃな、はい、この勢いでバッと日本中回るんだな。はい、うん、というわけで、どうか、頑張って、はい、どうかです。というわけで、今日のスペシャルゲストは、はい、本庄若のお二人でした。ありがとうございました。ふみおとあっこのラジオビバリーヒルズ。さあさあ、今日もやってまいりました、はい、ラジオあったこの体操、タゴタゴキュー、タゴタゴキュー。あっさに負けず先生、うん、頑張りましょう。我々本庄若が頑張ってお答えしてます。はい、それじゃあ今日の問題です。一人暮らしのおばあさんがですね、お金を貸していたんですね。だけどね、これはね、あの潜りでやってたらしいんですよ。で、ある時ですね、ある日ですね、この10人の返済者がね、次々にこのお金を返しに来たんですけどもね、その後夜ですね、親戚の人がね、ちょっと訪ねてみましたらね、なんとそのおばあさんがですね、応接までね、死んでたんですね。で、これはもうね、どうやらその返済金のこじれから殺されたらしいということになったんですけれども、さてこの10人のうちのこの何番目の人がですね、犯人だったのか。いや、これはね、もう警察官が来てね、すぐピッと当てたそうですよ。いかがでしょうか。これが今日の問題です。どうして？それはその10人って10番目じゃないの？違う？あ、10人の返済者が来たっつうことか。だって10人目だろうって。あ、そうか、違うか。8人目で返済しても2人。じゃあ死んでたらだって返済しようがないじゃないね。最後っていうことか、先生。じゃないのかね。じゃないのか、恐ろしいよ。お金なら会社。映画ちゃんよろしくね。こっからビッグビジネスよ、これは。俺のライブだ。対談所から出ろ。俺のソロライブ、君を来い。はい、正解はね、もちろんその10番目の返済者に違いないですね。つまり、あの返済者が次々にこう来たんですから、ですから、あの、無論ですね、
後から来た人がもう前の人が殺してればですね、すぐ分かってしまうわけですね。でみんながこう帰ってしまった後、親戚の人が見つけたんですから、そうすると一番最後の人が怪しいということになるわけですね。恐ろしいよ、本当に。そうだよ、恐ろしいよ、本当に。金なら返せん。今ビデオか撮影絶好調。渡辺典子とラブシーンやった俺だ。映画頭2時50分さあ、とんでもない遭遇、こちらビバスコ編集部でございますが、もういろんなスクープ情報入ってますか先生。ちょっと絵頭が飛ばしすぎだよ。飛ばす、あんなによくテレビ東京の収録で、テレビ東京と朝やの収録であるんですけれども、すごかったぞ。3分間水のかけたぞ、ヨガにチャレンジで。3分だよ、水のブーって3分入ったんだよ、ヨガの達人にかけちゃったんだから。エガちゃんは恐ろしい男だよ、恐ろしい。あの男はヨガブームですよね、エガちゃんのあの朝やんだよ。またそれでもってさ、ソロライブがあったんだよ、結構体最初で最後のソロライブ。エガちゃん最初で最後のソロライブ、恐ろしいライブだよこれ。ルーピーディーでやるから高田ちゃんも来い言われて、しょうがないから。でさ、静岡で仕事しちゃったからさ、翔太とかさ、清水美空ちゃんさ、今日夜来れるから行こうぜとか言って、夜見たんだよ。すごいな、人全く一人ぼっちだから、もうこれからピンだベシャリだベシャリっつってさ、いつものは大川工業のメンバー一人だったよ、一人で。全く単独。男同士のほら、コンタキンでともやんないで、はい、全く一人でもって、エガちゃんのソロライブだったんだよ。はぁ、立派なもんですね。前半はなんか、まあ、よく日記やって、後半、エガちゃんの裏日記読んだんだ、裏日記。映画史は2時50分の裏日記っていうのを読んだんで、酔っ払った時に書いた日記を紹介しますとか言って、もう出てくるのは総裁とかみんなのこうネタなんだけどさ、どうのこうの、俺は実はこもってとかさ、何月何日、たまちゃんと飲みに行く、どうのこうのっつうんだよ。それただの日記じゃないですか。何月何日飲みに行く、たまちゃんと俺は友達のふりしてけど、俺の目的はたまちゃんの財布だとか。もう面白いんだよ。それでね、2月何日とか言ってね、2月何日、大川工業本公演に高田ちゃんが見に来る。あ、やつは来んのはいいけど、笑い声がでかいから気になってしょうがない。気になってしょうがない。打ち上げて高田ちゃんが、どうだ映画しら、んどうだ映画しら、俺と二人会やるかって言うから、俺も受けてたっていいよって言って、それじゃ次の日高田ちゃんに会ったら、俺がなんでお前とやんなきゃいけないんだ。翔太とか松村ってのが二人会やってもいいけど、俺がなんでやんなきゃいけないと高田ちゃんは怒った。俺は知ってる。やつは俺から逃げたな。やつは俺から逃げた。俺の怖さを知っているだって。そ、爆笑なんだよ、エガちゃんの裏日記。裏日記、おいでもってさ、打ち上げやるって言うからさ、俺もちょっとバタバタしたからさ、じゃあちょっと行くんですか先生、打ち上げで正体持たせてさ、差し入れ持たせて、そしたら今日は帰ってきた返事が、ほら、打ち上げにさ、差し入れしてやったんだよ、ん、これで。なんで、どうだ俺のライブは、今度一緒にチョコボール成人だ。高田ちゃんと、高田ちゃんはチョコボール2号だ。逃げるなよ、逃げるなよって書いてあるもん。打ち上げも逃げるな、ん、差し入れありがとう、あれは家賃に当てさせてもらう。家賃にしちゃったよ、お前伸びない、だっちゅうかみんなで飛びよって。笑うな、絵頭飛ばすぎすぎよ。家賃に当てさせてもらうと、絵頭2時50分、今ね、俺は知って、俺から逃げた、やつは俺から逃げた。あいつ今忙しいしょうがないんだよ、だってほら、すごいっすよね、ビデオ撮ってるからさ、主役だもん、だって。え、金なら返せんのさ、大川とよ、ベンちゃんが脚本書いてさ、絵頭主役なんだよ。もうヘロヘロなんで、もう毎日ロケロケロケで、そのさなかにライブやるか、もうわけわかんなくて。うわ、だって相手役の渡辺典子だよ、お前。渡辺典子と角川三人娘だよ。角川三人娘の言ってみりゃ酔っちゃうんだよ。そういうこと言うんだぞ、ライブで。渡辺典子さんと絡みがあんだよ。絡みがあんの？そうだよ、恋人役だもん。で、総裁がね、言ったんだって、渡辺典子の事務所に、どうしても出てくださいと、で、渡辺典子さんとマネージャーといろいろ打ち合わせして、わしらとどこまでなら OK でしょうかと。事務所的には、キスまでいいかと、胸触っていいかと、いろいろ条件出すらしいんだよな。いろいろラブシーンがある、絡みがあるから。そしたら一応、キスまで OK が取れましたと。キスまでできるかどうかね。絡みのシーンがあるらしいですよ。大川工業が飛ばしておりますけど。皆さんからもいろんな編集部にですね、いろんなスクープが来てますね。スクープ来ております。巨匠をさらに逆襲
か来ました。藤原さんからいただきました。足立区の方、平成初恋談義で、ね、うん、恥ずかしい思いをしたので、その逆襲として、うん、地域男子で初恋ウィークをやった巨匠高田文夫だったが、2週目に自分の初恋相手、主人は外人、かっこ主人大きなお世話でバカ野郎うるせえバカ野郎が来てしまいさらに恥をかいてしまった。しかしここでいいおじさんで終わる気象ではない、うん、さらに逆襲を企んだ、うん、題して平成初恋男子平成初恋男子いいのこれ意味がわからないが、簡単に言えば自分が付き合っている恋人を連れてきて男子師匠に見せるといういいね、いいね、豪快な企画、いい企画だな、危険すぎる、ね、彼女を師匠に見せる、それで突っ込んでもらうといいね、いいね、いいね、うん、くだらねえ女と付き合いやがってなどと言われるぐらいならいいが、逆に好みの女性だったら家元に手を出されるかもしれない、いいな、いいな、ドキドキハラハラ、うん、また志らくに惚れていた事実もあるため、松本明子は水谷敦を海外逃亡させたうまいね、そうそうです、志らくも惚れてて、ね、理系の男も好きだからねあと女の子はね、若い子好きなんだ、若い子、若ければいい、ロビー丸の過去認める、過去認める、うん、森岡君からいただきました、はい、実力派女優になったため過去から、全日本外人選手権をプロフィールから抜いていた、うん、女森重子とルビーボルノだったが、うん、今回1億円以上の借金が発覚し、そうそうそう、これで女優活動のピンチ、そこに彼女を救う男が現れた、うん、借金で儲ける男、大川豊か、その人である、借金で儲ける男といえば大川豊か、大川総裁は高田組の一員としてルビちゃんに外人加工を認めさせるのと引き換えに、うん、大川工業入りを認めた、うん、大川工業女子部としてセーラー服に身を包んだ昔のキャバレーに戻ってみたいと早くもブラックユーモアでマスコミを沸かせていた、ブラックユーモアで昔のキャバレーに戻ってみたい、早くもブラックユーモアでマスコミを、いいな、最高だな、大川工業、まあ時間あるからいいかな、そのおかしかったのさ、そのライブで映画ちゃんが言ってたんだけど、泥棒入ったっつったの映画ちゃんちに入ったこの話は俺死んだことおかしくて、キス、あいつソロライブで喋っちゃったけど、漫談でやったんだけどさ、泥棒入ったじゃない、あの泰山のボロボロのアパートに、はい、で警察呼んだじゃない、で警察バーって来て、泥棒が来ました、泥棒が来ってやったんだよ、そういったものはいろいろ調べたんだって、そしたらさ、皆さんないやどうするのかな、男同士が2人いたんだよ、で貼ってあるのがホモの写真とか貼ってあったから、まず最初に怪しまれるじゃない、ホモじゃないかっていうさ、いや我々コントの練習してましたっつったらしいんだよ、どうのこうのっつったら、おまわりさんが例の畳返しの畳蓄電しちゃったらしいんだよ、そしたらそこに穴があるだろ、そしたらもう無線で緊急連絡、ホモも緊急連絡、左翼のアジトを発見しました中核派の模様とか言って、左翼のアジトを発見しましたと、俺たちはそんなもんじゃないんだよとかそんな思想なんか俺ついていけないんだからって言って、ね、エガちゃんは違う、我々はコントのグループだっても、いや、このアジトは怪しいと。そりゃ怪しまれるもん。左翼のアジトだって言われたんて、そしてそのお前さんたちが何人かがパッて見たらさ、学ランとかさ、特攻服があるじゃん、コントに使う。もう、まずい。本部、間違えました。右翼の模様だって言われたんて。ね。あ、本部、俺たちはコントなんだよ。コントだって言って、パッと見たら、俺の関東高田組っていう戦者譜だと、関東高田組大川工業と戦略があったんで、で本部間違えました、ヤクザの本部でしたね、ちゃんちゃんだってうまいね、関東高田組なんかヤクザの若い人だって、あれ間違えられちゃったね、泥棒入る方も入る方だよね、うち的には名前とか着るもんが怪しいんですけど、怪しいんだもん、ほんと困ったもんだ、じゃあ皆さんも見ます、編集部の方に、はい、送ってください、海箱1007の87日本放送メタックのラジオバリーヒーズ、こちらブラスボ編集部で大目でも戦力で、そしてロッテの詰め合わせセットを差し上げます、映画柱についてけよ踏み音はこのラジオビバリーヒーズ、とんでもない遭遇、華麗なる出会い、ロッテがお送りしました。お便りいきなり大笑い、裏日記、映画館の裏日記、面白いですね、7月6日発売のニューアルバムでございます、情熱の瞳より、森川美穂ちゃんナイトって、さあこのコーナーは新コーナーで、はい、新コーナーでございます、おじいちゃんの玉袋、俺は玉袋と友達のふりをしてるけど、俺の目的は奴の財布だ。映画館の裏に気より。さあ行きましょうか。はい。いざという時に役立つ生活の知恵という、はい、知恵というね。ことの対抗して。おばあちゃんの知恵袋に対抗して、おじいちゃんの玉袋。はい。情けないんだけどね。田村くんでございます。田村さんですね。27歳の会社員、横浜市の方でございますが、はい、私が子供の頃。お前なんで読み方が映画社になるんだよ、みんな。私が恐ろしいよ。なんで絵頭になっちゃうんだ、呼び方が、うん、風邪を
引いて学校を休んでいると家で唯一暇にしていた今はなき私のおじいちゃんが看病してくれました。おしゅるしよ。おしゅるし。私が甘えて、おじいちゃん粉薬は苦くて嫌だというと、困ったおじいちゃんはいいことがあるぞと風邪の粉薬をサランラップに包んで飲ませてくれました、うん、しかしそれが喉に詰まって死ぬ苦しみ、うん、家族が私の声に心配して駆けつけた時にはおじいちゃんはどこかに雲隠れ逃げるんじゃないよ、俺から逃げた、俺から逃げるな、ちゃかちゃん雲隠れ。私は6歳の時からおじいちゃんは本当に役に立たないと身に染みて感じております。なるほどね。じゃあもうちょっと、はい、横浜の真由美さん、学生の方です。うちのおじいちゃんのお玉袋でざわ数年前おばあちゃんが盲腸で入院した時、うん、愛妻家のおじいちゃんはずっと一緒に入院して付き添っておりました、うん、ところが慣れないベッドから夜落ちて腕の骨を折り、その日からまだ完治していないおばあちゃんがおじいちゃんを世話をする羽目になり、本当に役に立たないうちのおじいちゃんです。おじいちゃんベッド使ったことないから、普通は畳で布団だよ。おやすだ。じゃあ皆さんもですね、おじいちゃんの玉袋、まあ、はい、おじいちゃんの知恵とかね、お兄ちゃんにまつわるエピソードでもいいですね。はい、はい、郵便番号 100-87 日本放送フミオタクトのラジオバリーヒルズ、おじいちゃんの玉袋を係まで、どんどんと送ってください、はい、大目玉千両札をプレゼントします。さあ、それでは一曲いきましょうか。はい、こちらはですね、日本放送で話題のチャクラのイメージソング、あ、猫の、猫ちゃんのチャクラのイメージソングでございます。森岡純さん、100億粒のメロディ。まずはですね、プレゼントの当選者の発表会でしょうか。はい、当選者発表、こちら冷凍保存解凍には便利な脱水シート、ピチッとオリジナル、ピチッととオリジナルテレフォンカードのセットのプレゼントでございます、はい、松戸市小金原の畑明子さん、江東区大島の渡辺敏恵さん、川崎市麻生区の内田真一さん、他17名合計20名様に当たりました、はい、おめでとうございます。そしてそしてそして、ご存知、はい、アンテニーの、はい、オフィシャルビデオシリーズ高コンデンションですね、うん、とサイン色紙のセットでございます。もうサイン色紙作るからビデオに、はい、うん、猪木の、はい、北区赤羽の杉本正彦さん、他2名様、合計3名様に、はい、お送りします。おめでとうございます。もう新しい7月の後半でやつもう見ちゃいましたからね、猪木さんのね、今度はね、ムタ戦がね、出ましてですね、もう私一応だけ見てしまいましたね猪木シリーズがもうビデオ化されて、私嬉しいよ。すごいですね。そしてですね、はい、月曜日の方はこちらビーバスコ編集部、はい、おじいちゃんの玉袋とやっておりますので、はい、こちらの方はおはがきいつも通り、はい、そしてこの後のつかちゃんは、そうなんです、スペシャルでございますけれども、ほからがない放送ではこう、今日は、テレゴングシステムを導入しまして、テレゴングシステム、テレゴング、大特番あなたの声が聞きたい村山新内閣生電話世論調査大作戦を行いたいと思います。もうあなたの声聞きたいね、松村の声なんか聞きたいね村山新内閣ってどう思ってるのか、松村内閣、あっちゃんはパイプ太いパイプ持ってるからね、松村はね眉毛切ってますから、うん、NTT の電話アンケートシステムテレゴングを使っての混迷の政局についてあなたの意見を次々に受け付けまして、明日の日本の政治を占い大特番を行ってます。これを聞き逃せないの、どうぞ皆さんのご意見をどしどしお寄せください。そうですね、まずやつかちゃんの方はですね、はい、村山新内閣生電話世論調査大作戦、おしゃれ何それ、おしょろしい男、村山から逃げるな新内閣からここから逃げるな、お前たちは聞いてこいよか、よく分かりませんけどね、というわけで明日はゴングショー、またですね、明日多分一発芸やると思いますんで、明日また番組の冒頭で募集しますけども、1万円目指して、じゃあ奥様はサンバとくらいで、はい、じゃあ我々はまた明日、はい。